朝日大学は、岐阜県水星保市穂住1851に本部を置く、日本の私立大学である。1971年に設置された。宮田慶三郎によって1971年に岐阜歯科大学として設置された。1985年に歯学部のほかに経営学部を開設したことにより、大学の名称を朝日大学に変更した。 体育部など24団体文化部同好会、サークルなど約15団体学生は、下記の医療機関で健康相談、診察、治療を受けることができ、さらに保険診療の自己負担分が全額補助される。旧岐阜歯科大学時代より多くの大学と姉妹提携、協力提携を締結し学術交流を促進。また、学生の相互交流を行い、 学生を積極的に海外研修に派遣。派遣先の学生の受け入れも行っている。アメリカ合衆国メキシコカナダ中国台湾、韓国フィリピンドイツイタリアフィンランドオーストラリア、南アフリカ共和国2011年7月、経営学部の学生で北ー部の部員がいとこの無職の男と大垣市のコンビニにバットを持って押し入り、 8万5千円を奪ったとして、岐阜県警に強盗容疑で逮捕され、また別の男子部員ら二人が財布を脅し取ったとして、強喝容疑で逮捕され、ホッケー部は無期限活動停止となった。その後2012年7月には無期限活動停止の処分は解除された。2020年3月25日未明、岐阜市の路上で、ホームレスと見られる男性の傷害致死事件に関して、 岐阜県警は、障害致死容疑で、岐阜県内の会社員ら5人を逮捕した。その5人のうち、同大公式野球部員2人も事件に関与したとして、逮捕された。この事件により、藤田昭弘監督は退任し、野球部は無期限活動中止となった。2020年5月、上記の公式野球部員2名が関与したとされる、障害致死事件について、 大学側が公式ホームページにて公開した被害者への哀悼メッセージや2名の同大学生らが所属していた公式やキューブの無期限休止処分の発表などを含む声明文がインターネットで検索してもヒットしないように操作されていたのではないかという毎日新聞岐阜支局横田記者による報道があった大学側はサーバーダウンを防ぐための予防的処置だったと説明した 2020年5月15日、2名とも火災不装置となり、同日釈放された。大学は4月24日に本県に係る学内、調査委員会を設置。学生に対し、学則に基づき厳正処分を行う見通し。同意委員会の調査及び、大学の処分決定まで、当該学生側からの休学、または退学の申請があったとしても受理しないとした。 2020年6月19日、日本学生野球協会が東京都内で審査室会議を開き、障害致死容疑で部員2人が逮捕された本学については同会議に上申されず、全日本大学野球連盟の審議委員会で厳重注意となった。ありがとうございます。